そうそう。で、ちょっと、まあ、結局ですね、まあ、今回はこういうね、これはもう NHK 自身がね、送ってきているので、まあ、郵便法違反には現状はですね、該当しないんでしょうけれど、まあ、かつてはね、それを N リンクスとかに送らせていたということで、まあ、それ、とりあえずね、バカバカしい規制なんだけど、まあ、規制は、まあ、規制で、まあ、法律違反をしていたということで、まあ、2070万通ですよね。はい、まあ、大したもんですよね。はい、ということで、まあ、それは結局、違反していたのに、はい、不起訴になったということでございます。で、まあ、さらに問題がですね、これ追加料金必要なんですよね。これわざわざ出すのにね、住所だけあって、で、まあ、名前はね、書かなくていいという郵便なので、まあ、出す方からしたらね、まあ、郵便届ける方からしたらですね、楽なんですよね。というのも、まあ、住所と、そのね、まあ、表札見てですね、出す人と一致しているかっていうのをね、郵便配達の人は確認しなきゃいけないんですけど、この特別宛てどころ郵便はそれがないので、手間がね、かからないはずなのになぜかですね、これ一通にこの特別宛てどころ郵便にするとプラス200円ぐらいかかるということなんですね。だから NHK はそういうことをまあしていると。で、これはこのね、特別追加料金がですね、はい、200円、まあ、これすごいね、数送ってるはずですよね。まあ、先ほどね、郵便法違反に該当するものとして2070万通ですからね、ということで、まあ、このでそれらにね、さらに特別料金がかかっているとなるとすごい額ですよね。もうはっきり言って無駄遣いとしか言いようがないところですけど、まあ、結局ですね、これ NHK から郵便局にですね、なんかまあね、まあ、リベートみたいな、そんな感じと言ってもまあ過言ではないのかなと思います。はい。で、その原資は何かというと、皆さんが払っている受信料ということになりますので、まあ正直ね、まあまあ我々はもうね、 NHK にね、受信料払うことなんてすごくバカバカしいなと、まあ、考えておりますので、ということで、ございます。はい。ということでですね、とりあえず今回はですね、NHK の特別宛てどころ郵便に関するお話ですね。ち